最近見て笑った芸人さんの youtube まず一つ目カジサックさんが煙突町のプペル声優として出ましたっていう回があるんですよプペルのアフレコに行くやつの密着でまあタイトルなんかガチ切れされましたみたいな感じやったんですけどうわあちょっと面白かったですね <laughs> まあ終始梶原さんがもうほんまふざけてるんですよね 最初フリでカジサックさんの部屋から「ちょほんまに今回声優としてやるんでほんまにおふざけなしで」みたいな「もう真剣にやりますんで茶賀さんとこな」みたいな言って「お願いします」って言ってそのアフレコ当日の現場の入りの時からもうなんかでっかいリムジンでくるみたいなでいでっサングラスしていつも赤ジャージやけどあの人すごい赤の高級上着みたいな着て「おいっすー」みたいな感じもうそっからもうほんまずっとおもろいっていうそのまあ言うたらコントというかずっと ボケてるしかも対象が相方っていうのがねめちゃくちゃよくて相方がまあ結構すごいことをしている絵本が映画になってみるとんでもないじゃないですかの中でボケて立ち回ってでめっちゃおもろいほんで西野さんのツッコミやっぱ羽飛びの時とかやっぱ世代で見てましたけど羽飛び何がおもろかったって俺やっぱ西野さんのツッコミおもろかったんですよね大好きでしたねなんであんなおも,もうほんまにうまいですねいろんなタイプいると思うんですけどフレーズがおもろい人とかタイミングがおもろい人とか ね、言い方おもろい人といっぱいいると思うんですけど西野さんも間違いなくそのジャンルの中の一つではトップクラスの方で結構シンプルなツッコミやっぱり面白いっていうしかもコンビでやり合ってる感じまあ漫才って言えば漫才やしコントっちゃコントやし自分がやりたいお笑いの形というか例えば聖夜が作った作品の声優やるって言ってカメラ密着来るって言ったら俺もああいうボケ方したいもんなアドリブでかっこいいセリフ言うみたいなね海作さんも言ってましたけど。 カジサクさんは超人 A っていう主役級じゃないまあちょい役なんですけど割り振られたセリフがろくなことねえぞーみたいなやつなんですけどそこに書いてないセリフでいいから目の前を見ろみたいな目の前はリアルだってなん,か言うなんか言うんですいやイライライなんで <laughs> めちゃくちゃおもろいんなもうそのまあ別にボケがどうこうってその何でもいいからおもろいそれはやっぱり俺もそんなしたい高校生的に面白い高校の時思い出すわキングコングさんええなぁと思いましたね 声優アフレコの回面白かったですね。終始。で、2つ目、えー、2つ目はですね、サバンナ高橋さんのチャンネルで、これもね、結構前に上がってた動画なんですけど、今更見て、ジュニアさんを別荘に招待しておもてなしするっていう回ですね。これ、ジュニアさんとのコラボで、えー、多分前半がジュニアさんの方に載ってるんですかね。で、後半が高橋さんの方に載ってる。まあ、前半ももちろんおもろかったんですけど、僕が久しぶりにテレビ、YouTube 見ながら、声に出して笑ったのは、 サウナがあるまずプライベートサウナがあるで山の自然の中水風呂もなんかドラム缶みたいなので炊いてる設備ええー、なー言うて自然を感じるで整えるこうやっては最高やなー言うてで一通りサウナを前半で入った後にいろりがあるんでそこで炭火でなんか魚でも焼いて食べましょうみたいな感じなんですよでまたこれジュニアさんという先輩高橋さんから見る ジュニアさん当時昔の大阪のお笑いの劇場からの関係性先輩後輩やった高橋さんからジュニアさんに対しての関係性があってそんな先輩ジュニアさんをもてなす言うて遠いところまで来てもらってサウナはよしいい感じに喜んでいただいてるぞみたいなでいろりでちょっとお腹も空いたし役って時に隅に火がつかないんですよこれがねおもろすぎて 別に、そのこと自体を高橋さんとかジュニアさんが、ウェーっていじって、笑いにしてるっていうタイプではなくて、もうとにかく気まずい空気感みたいな。ちょっと、ジュニアさんすいません。ぐに火がつかなくて、みたいな。なん,ていうんですかね、まあ、もてなしあるある。俺やったら嫌やな。っていうのが、ちょっと腹ちぎれるぐらいおもろかったです。いろりで隅でやる、みたいな、楽しみしてたのに、隅に火がつかない。着火剤で試してみるもんってって、隅につかない。 結局ガスでやるんですよガスで普通にねフライパンで死者も焼いてちょっとおもろすぎたなあの空気感いや別にジュニアさんがキレてるとかでも全くなくてその気まずい感じを察してるジュニアさんもおもろいしで、まあ、サウナは一応メインはメインですけどさ炭火が結構ね売りの色合いがあるっていうすごい雰囲気あるなやのに火使かへんってハプニングちょっと僕は演者目線でやっぱちょっとめっちゃ笑いましたねこの <laughs> うわ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 言って。 おもろすぎましたねあまりにもおもろすぎて高橋さんにも言いましたね。<noise> 3つ目、ザ・クリユーチューブのカニ忘年会のやつ。テレビやなーみたいな。 思いまもともとざっくりハイタッチざっくりハイボールとか大好きで見てましたしまあそのメンツが YouTube 始めてる時点でもう神なんですけど供給がすごいお笑いファンからしたらざっくりでやってたような企画もやってはるし YouTube っぽいやつもやってあるんですけどカニ食う回はプレイヤーとして面白かったですね4人皆さん全員、まあ、当たり前なんですけど今更ねもうほんまエボケやなぁの連続ですよなんかもうすごいんですよね ジュニアさんが店主の人に福井かどっかのカニ屋さんがわざわざ来てくださって高級なブランドカニを振る舞う4人にで4人が食べるみたいな会なんですけどジュニアさんとフットさん2人と小籔さんのようにいつものメンバーで最初にねジュニアさんが「あの店長なんか何代目とかですか?」「一応4代目です」「ええ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 え」やっぱりその4代目っていう時「あの、こうやるんですかいやカニええねえ自分すっごい面白いすっごい面白いスピードえぐい いやーそこ一回止めたなうわっ自分やったら思いつけてたかなーみたいなねその後も結構続くんですよあの4人の車中トークのノリみたいな感じでね小籔さんがもうじゃんけんョキしか出,出しませんわ今からって言ったりねなあー後藤もこの後くしくもザ・ w やもんなーって W やるとか小籔さんがいや V2 するんちゃいますん、ね、でいやじゃいやいやいや見てたお笑いやなーっていうこれはあのさっきの2個 とはまた違うおもろすぎる動詞に変えるわおもろすぎてで岩尾さんもおもろいからな岩尾さんのツッコミもおもろいからなあいやあの見てたざっくりやわいやちょっとこの3つはぜひ見てください僕はあの面白かったです YouTube の何がおもろいってやっぱその YouTuber の人の動画も まあもちろんおもろいいいと芸人ががややっっいいってて何ぱ、まあ、お笑いが好きバラエティ番組が好き芸人が好きな自分にとってはテレビ1週間24時間ずっとこう番組表があるとやっぱバラエティ少ないわしかも自分が見てたバラエティってそのやっぱドバラエティだけ録画してたんですよね別にいいんですけどこの半分バラエティ半分情報とかもあるじゃないですか おいしいご飯屋さん行ってみたりとかこういうロケがどうだいみたいなのもあるけどやっぱお笑い密度の高い番組を録画してたけどやっぱり減っているネタ番組もそうですけど、うん、減っている中 YouTube っていうこの番組表がこ,これがないもう無限無限の中で自分の好きな芸人のお笑い見れるっていうのが最高ですねお笑いも見れるしオフの感じも見れるっていうでラジオみたいなのも見れる てうのはややっぱ最強やからうーん山ほど見てますねもちろんテレビで面白い番組もいっぱいあるから録画はしてみたりするんですけど特にそのその人のチャンネルその人だけ見ていたいっていうのがあるのはすごいなノイズなしざっくりとかもそうやしだから自分のチャンネルとかもねそうであれたら嬉しいんですけどねコンビの霜降りチューブもそしなオフィシャルチャンネルもやっぱりできるだけね僕のこと好きな人に供給型でいきたいと思いますはい。